はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、本日なんですが、皆さんは爆心装甲ライオンセイバーというモンスターをご存知でしょうか。本日はですね、このモンスターをどうしても活躍させたくて、デッキを組んできました。このモンスターの効果、ちなみにあとレベル7の汎用シンクロモンスターです。手札を2の枚数捨てると、捨てた数だけ打点がアップするっていうゲロヤバモンスターこのね、脳筋効果をね、使って、まあ今日はね、先行ワンキルをしていきます。まあこいつ手札を捨てることができるんで、2位の枚数ね。だからめちゃくちゃ手札がいっぱいあれば、それ全部捨てて爆発的な打点にできるんですよ。なので、まあとりあえずね、一旦デッキの中のカード全部引き切ろうと思って、今日はテティス のターボを使っていきます。テティスターボね、まあご存知の方も多いかなと思うんですが、マスターフレアヒュペリオンで結構簡単にテティスを展開することができるようになったんで、代行者ヴィーナスか、それから、まあ代行者ヴィーナスにアクセスできる、まあ、マサフレアヒュペリオンが出せるハンドであれば、まあ、例えば、まあ、ディグレラ・ディバイナーとかね、こういうカードであれば、スカルデット出して、でスカルデットから、手札のテティスを展開できるんで、まあ、このモンスターたちの、まあ、ギミックを使ってテティスをとりあえず場に出して、で、まあ、チキンレースとか、リロードとか、小槌でめっちゃ引いて、で、最終的にペンデュラムスケール貼って、シンクロ召喚のためのモンスターをパンパン出して、で、ライオンセイバー出して、で、手札全部捨てて、カタパルトで射出するっていう。はい。そういったクソレッキと、なっております。ライオンセイバーのね、爆発的打点を相手の顔面にぶち込んでいきましょう。デュエル。スタンバイ。あー、ハンド強いやんけ、ハンド強いやんけ。デクレラリバイナー召喚、効果そう、取るオッケー、取る、違う違う、これじゃない、トリアスヒエラルキアを墓地を貸してもらって、そしてトリアスヒエラルキアの効果発動、デクレラリバイナーをリリースし自身を読召喚、デクレラリバイナーの効果発動、シューナーオンス大体ブーテンを特殊召喚していく、そしてレベル9のトリアスヒエラルキアに豚をチューニングしていく、ブキブキ、シークな召喚、マスターフレアヒュペリオン効果発動、代行者モンスターの効果をコピラしてもらうぜ、私は創造の代行者ヴィーナス、そして500ライフポイントを支払い金玉をいっぱい製造していく、さあ金の玉は1個、そして金の玉を2個、これあれです、金の玉を引いてないのも強いですよね、そして金の玉を3個目製造していく、チキンレース来てるのも強いな、あ、相手言うはずないね、いけるね、これこれいけると思うわ、あとは相手が見てくれるかどうか、そしてリンクスパイダーをリンク召喚、ちなみにこれ悲しみを背負ったボットの可能性がありますんでね、あでもなんか噂によるとさ、最近なんかマスターデュエルのボット減ったと思いません？あれなんかボットはボットとしか当たんない、なんかインペルダウンみたいなところに幽閉されてるらしいですよ、噂によるとなんかボット専用サーバーみたいなところになんか幽閉されて、なんかボットはボットと一緒当たってるっていうね、なんかね、地獄みたいなとこ起きてるらしいよすごいことが起きてるらしいですね、噂によりますけどこれね、はいはい、オッケーで、チキンレースを発動する前に史上最強モンスターを爆誕させて、で打点が上がっていくスタイルで、チキンレース発動、さあテティスとかいう最強モンスターの効果によってドローしたカードが転移速モンスターだった場合、相手に見せつけることによってカードをどんどんドローすることができる、うおこれ見てくれるかな、このクソソリティア見てくれるかな、相手ちょっと一回リロードしていい、リロードバチコルトぶち込んで、で転移速を引いていく、オーケー、そしてテティスの効果発動、引いたカードが転移速モンスターだった場合、そいつを相手に見せつけることによってカードをフローしていく、さあテティスターボが止まらない、誰かテティスターボ止めて、テティスターボめちゃくちゃされるんだ、されそうさっき
さっきからですね、うまく行きそうになったタイミング絶対サレンダーされるんですよね。これめっちゃなんか見てくれるな。これいけんじゃねえかこれ。相手優しいぞこれ。これ相手優しいわ。結構これグッドボタンだこれ。ちょっと一回ペンデラムスキルだけ貼っといて、で、ペンデラム召喚カタパルトだ。ここが難関ですよ。ここが非常に難関ですよ。このカタパルトタートルを特殊召喚したタイミングでサレンダーされることが非常に多いと私は予想しています。さあ決まるか。果たしてこのこういうねクソレッキのね一番ねあの一番の天敵はねサレンダーなんです。相手のもういいや。リロードリロードぶち込んでいく。そして、デッキからカードをめっちゃドローして転移速度モンスターだった場合めちゃくちゃドローができるぞ。さあもうデッキが残り0枚になった。さあデッキを引いていく。そしてレベル5の更新テティスにデクララーディバイナーをチューニングシンクロ召喚ちょっとつ猛進急発進現れよ爆心走行ライオンセイバーいや誰やねんお前誰やねん。そして爆心走行ライオンセイバーの効果発動。このモンスターは手札を任意の枚数好きなだけ墓地のグリー墓地の食った枚数分だけ打点を上げることができると。うおこの操作ダリーこの操作ダリー。うおデューッドリャー射出発射うおー正真正銘クソリッキだ。待ってくれてありがとう。サレンダーされすぎて全然決まんねえんだけど。手札以外で止められるかサレンダーされるかなんだけど。これこういうデッキマジでさ撮影なんか大したデッキじゃないのになんかすごい撮影時間かかるんだよね。めちゃくちゃうざいんだけど。ハジュン出た。松潤だ。デュアルサモン何デュアルサモンハジュンまずいしかもボーンタワーがいる。これやばいぞ。まずい。ボーンタワーはアンデッド族モンスターが特殊召喚に成功した場合相手のデッキのトップを2枚墓地のことがいうやばすぎる強制効果を持っている。これはやばいぞ。これはやばいやばい。ボーンタワーデッキ破壊だ。まずい。待ってくれ。これ階段式シンクロしまくられるとこれ俺デッキなくなるって。やばい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 。詳細が知りたい方はね一回動画にしたことあるんでよかったらご覧ください。やっば残りデッキ枚数はだいぶやばいぞ。止まってくれ頼む。止まってくれ。もう弾も落ちたら弾も出せねえしよ。ちょギミックを否定するのやめてくれ俺のデッキの。まずい。やばい。ちょっと止まらねえ。止まるんじゃねえぞ。うるせえわ。やばい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 。あ残り3枚まずい。やめて。もうやめて。もう何もしないで。まだいいのか。勘弁してくれ。うわいや俺自分のギミック決める前に相手のクソレッキこれ決めさせてあげてんの優しすぎないこれマジで。これ評価に値すると思うわこれ。俺マジでいい人すぎてくたばりやがれ。